皆さんこんにちは、池尻典子です。今日は、ヴィニシウス・ジモライスという、ボサノバ最大の、ね、作詞家を取り上げてご紹介したいと思います。ボサノバにはたくさんの名曲ありますけれども、あの曲もこの曲もヴィニシウスの、ね、作詞というぐらい、とってもたくさんの曲を、残しています。アントニオ・カルロス・ジョビンと一緒に、有名な曲をたくさん、残しまして、イパネマの娘、それからインセンサセスというね、ジャズの人がよく演奏する曲、それから、ボサノバ第1号と呼ばれている、シェガジサウダージ、日本語では思いあふれてなんていう訳がつきますけれども、このような曲も、ヴィニシウスとそれからアントニオ・カルロス・ジョビンの共作による作品なんですね。1913年に生まれて1980年に亡くなってますね。たくさんの肩書きがある人でして、本業はね、外交官でしたけれども、詩人であり、作家であり、翻訳家であり、作曲家であり、歌も歌い、ジャーナリストであり、翻訳家でもありました。そして生涯で9回も結婚をしていまして、長いものでは12年、短いものですと1年で離婚していますね。お酒が大好きな人で、ウイスキーをね、すごくバスタブというあだ名をつけるような大きな、ね、グラスで、飲んでいたようですね。そして、人間の最良の友は犬ではなくウイスキーであるなんていう名言も残しています。アル中で入院したことも何度かあったようですね。どちらかというと、破天荒と言っていいでしょうかね。そのような人生を送った人ですね。リオデジャネイロでオリンピックがありましたけれども、その時の公式キャラクター、一つはトムという名前、もう一個はヴィニシウスという名前のキャラクターでしたけれども、トムというのはアントニオ・カルロス・ジョビンのあだ名、そしてヴィニシウスは今日ご紹介するヴィニシウス・ジモライスの名前なんですね。彼は若い頃にはね、個性統派の、文学的な詩を書いていたんですけれども、ある時期から作詞というものを始めまして、それもこうボサノバという大衆向けの音楽の作詞をしましたので、そのまあ分断というんでしょうか、文学界にね属する批評家たちなんかからは、大衆音楽にこう手を染めたということでね、厳しく批判されるというような、そんな辛い、こともあったようですね。それではヴィニシウス・ジモライスの、功績について見ていきたいと思います。ヴィニシウス・ジモライスの功績として2点挙げられるかと思います。まず1点は、彼の作った、文学的な、ね、詩というものが、ボサノバの、こうスタンダードとなったといいましょうかね。ボサノバってね、たくさん、美しい詩がついた曲が、ね、たくさんありますけれども、その方向性を決めたのはこのヴィニシウスの書いた文学的な詩があったからとこそだと言えると思うんですね。その点がまず一つ。そしてもう一つは、ヴィニシウスの周りに集まった人たち、彼はとっても魅力的で、求心力のある人でしたので、彼の周りに集まってきた若者たちが切磋琢磨する中で生まれていった音楽が、ボサノバなんですね。なのでそういうふうに人を結びつける役割をしたというのが彼の功績の一つとして言えるかと思いますね。彼は、自宅をね、サロンのように開放して、そして当時新しい音楽を作りたいと思っていた若者たちをそこに集めて、そして、そんな中から新しい音楽が生まれていきました。それには、彼の、ね、年齢的なものも一つあるかと思うんですね。シェガジサウダージという曲がボサノバ第1号になるんですが、シェガジサウダージというのは1958年に、録音されています。この当時、シェガジサウダージを歌ったジョアン・ジルベルトは27歳、そして作曲したジョビンは31歳、ヴィニシウスはというと45歳ということで、まあ一回り大人だったわけですね。そういった意味で、彼が、こう求心力となったというのはなんとなくわかる気がしますね。彼が、ある意味こう父親的な、ね、役割を果たし、
そこに、集まってきた若者たちを育てたというような面があるかと思います。以上2点、一つは、彼の作った文学的な歌詞が、ボサノバの方向性を決めたということ。そしてもう一つ、彼の周りに集まってきた若者たちが新しい音楽を生み出し、それがボサノバとなっていたということ。この2点が、彼の功績と言えるかと思います。それではヴィニシウスの仕事について、具体的に見ていきたいと思います。1950年代と1960年代に分けてお話ししていこうかと思います。1950年代は、トム・ジョビンと一緒に共作をすることが多い時代でした。1956年に、ヴィニシウスの、オルフェーダ・コンセイサオンという、劇が上演されていますけれども、これにジョビンが、曲を書いたのが、2人の共作の始まりなんですね。そしてこのオルフェーダ・コンセイサオンというのは、マルセル・カミューが、監督をしまして、ブラジル、イタリア、フランスの合作映画ということで、黒いオルフェという映画になって上演されまして、パルムドールとそれからアカデミー賞の外国語部門映画賞というのを、受賞していますね。そしてこの中で、使われた曲フェリシダージという曲、これも、ヴィニシウスが詩を書いて、そしてジョビンが、曲を書いてますので、これも有名な曲なので皆さんご存知なんじゃないかなと思います。そしてこの2人の共作というのはたくさんありますけれども、例えば、先ほどお話ししたインセンサスですとか、それから、思いあふれてなんていった曲もそうなんですけれども、他にも、彼女はカリオカですとかね、たくさん、共作ありますが、1962年のイパネマの娘、このあたりまでは2人でたくさん曲を作りました。そして次は1960年代ですけれども、この年代になってくると、ジョビンとの共作は減っていきまして、代わって、バーデン・パウエルといった人やトッキーノなんかと一緒にたくさんの曲を書いていますね。この時代になると、ボサノバというのがちょっとね、廃れていく時代になるんですね。そして、ボサノバよりももっと、アフリカ的な要素を取り入れたアフロサンバなんて呼ばれることもあるジャンルの曲を、バーデン・パウエルやトッキーヌなんかと一緒に作っていきました。ブラジルには、奴隷としてね、アフリカから連れてこられた黒人たちがたくさん住んでいまして、彼らが持ち込んだ、音楽、それから宗教といったものが、ブラジルの文化に深く根ざしていますね。その中でも、ブラジル、アフリカのリズムですとか、それからこう宗教的なものをね、ボサノバなんかよりももっと前面に出して、曲を書いていった、そのような時期が1960年代になります。代表的な曲はビリンバですとかオサーニャの歌なんていうものがありますので、ぜひ皆さんお聞きになってみてください。そしてヴィニシウスについてもっとよく知りたい方には電気映画みたいなものがありまして、こちらですね、じゃん、ヴィニシウス愛とボサノバの日々というような、このような映画がありますので、ぜひご覧になってみてください。ヴィニシウスについて、ご理解いただけましたでしょうか。ボサノバを、楽しむきっかけになったら嬉しいと思います。それではまた次のビデオでお目にかかりましょう。バイバイ。